はい。それでは、線形写像について解説をします。まず、行列の定める写像について解説しましょう。例として、A という行列をこのような 3×2 行列とします。この行列は2列ですから、2次,2次元の数ベクトルに かけることとががででききまます。す。左からからけることができますこの時、axy はこのように3次元の数ベクトルになります。つまり、x という、まあ、同じように見えますけども、この x はベクトルの x ですね。この x に対して ax を対応させるという写像を考えると、これは2次元の数ベクトルから3次元の数ベクトルへの数ベクトル空間への写像を定めることになります。すなわち、f f x イコール ax。A x というわけですね。これを A の定める写像、A の定める写像というふうに言います。また、この写像を F イコール TA、または単に A で表します。一般に A が M×N 行列であるときに、M×N 行列の定める写像 TA は、N 次元の数ベクトルに対して、M 次元の数ベクトルを対応させる写像ということになるわけですね。例えば、A が 7×11 行列であれば、TA の定義機は11次元の数ベクトル空間であり、T 機は 7次元の数ベクトル空間に含まれるということになります。では、例題として次の問題を考えてみましょう。行列 A をこのような行列とします。これによって定めるシャドウ TA による要素の対応として正しいものを選びなさい。正解は2つ以上ある場合もあるので、すべてチェックしてみましょう。まず、100ですねえ。は何に移りますかというふうに考えていきましょう。はい、よろしいでしょうか。100は 三次元の数ベクトルですから、この三×四行列にかけることができますかということですね。むしろこれはかけることはできませんので、対応として間違っているわけですね。0110が061に移るかというと、0110が061に移るかというと、これは正しいわけですね。えー、正しいというか、まあ、四次元の数ベクトルに対して三次元の数ベクトルが対応するわけですから、まあ、少なくとも正しい可能性があるのは、こいつと、 これと、この二つだけですね。あとは実際に0110が061に移るかどうかを見ればいいんですが、0110ということは2列目と3列目を足したものになりますから、これは061で正しいわけですね。それから0011の像は0011ですから、3列目と4列目の和になります。したがって252でこれも正しいということになりますね。ということでこの二つが正解です。